独协医科大学所在的立木县仁森町，是幕府历代将军到日光击败后返回到江湖途中休息的地方，因此仁森町有医疗技术发达的历史。在仁森町发现过江户时代描述解剖学的古代文献，这表示他很早就有了精通近代医学的历史。日本第一位女性护理人是从仁森町诞生的。独协医科大学的起源是由西周于1881年成立的独医协协会及德国文化协会，其宗旨是吸收德国文化以促进日本文化教育的崛起。为了创办独协医科大学，创建者关照和独协医科大学的首任校长天眼正佑挑选了和医学有历史渊 源的仁森町作为校址。两位建校者本着大学是通过学问形成品德的地方的信念，于1973年创立了独协医科大学。1974年独协医科大学医院建成使用，同年独协医科大学附属护理专科学校建成开校。1984年开设了独协医科大学越谷医院。2006年独协医科大学日光医疗中心开始启用，经过不断的努力，独协医科大学成长为以区域为发展根基的医疗机构。独协医科大学位于首都东京以北，乘坐新干线约需1小时的立木县。在关东地区内，我们有三个相关的设施。我们首先介绍位于仁森町的独协医科大学。在立木县都贺郡仁森町的独协医科大学拥有医学院、护理学院、研究生院的医科研究科、护理学研究科和助产学专业科，共计5个院系。独协医科大学拥有宽阔的校园，包括医学生和护理专业的1400多名学生。在立木县丰富的自然环境下，为将来成为医疗专业人员的目标而勤奋学习着。医学院的教育理念是培养受到患者、家属和医疗专业人员等大众所信赖的医生。研究生院是通过医学研究以培养更高度、更专业的医学研究人才为目标。护理学院的教育理念是培养保健、医疗和护理团队的成员，在担任起护理责任的同时，并具有进行协助能力的人才。护理学研究生院是培养掌握高水平的伦理观和护理技能的专业人才。助产专业的教育理念是通过获得丰富的同理心、扎实的专业知识、出色的判断能力和专业技能，并通过母婴保健活动和助产实践活动来培养社会所信任的专业人才。独协医科大学附属护理专科学校在医科大学独有的学习环境下，学生可以学习到护士所必要的护理实践技能。
读协医科大学医院有包括内科系和外科系的医疗部门、放射部、急救中心等中央部门，此外还有药剂部、护理部等其他部门组成，并备有教学功能的医疗机构。同时，读协医科大学医院是厚生劳动省认定的特定机能医院，它具有提供高度先进医疗服务的医院，并作为教学机构，医学生、护理学生和药学生在严格的带教下进行实习和培训。医院还具备有医生达寸的直升机急救系统和基地，它能让医生迅速开始救治，并将病人运送到有关医疗机构，这对于提高救生率和减少后遗症非常有效。读协医科大学日光医疗中心位于利木县日光市，有医疗部门、区域医疗部门、中央部门和其他部门组成。日光医疗中心是在日光市合并成立时同时开设的，它确立了作为该区域医疗保健的骨干医院的地位。日光医疗中心通过引进最新的医疗设备和高素质的员工，为振兴区域医疗，凭借鬼怒川温泉优越的地理位置和当地企业合作，实现了温泉旅馆住宿型综合健康体检项目，为旅游业做出了贡献。今后为了区域医疗的发展，我们将更加努力地做出贡献。这里我们介绍在祁玉县越谷市的读协医科大学祁玉医疗中心。医疗中心有内科、外科系的医疗部门、中央部门等，一共有四个部门构成，是提供各种高度医疗服务的教学医院。医疗中心设置了最先进的医疗设备，作为东京市郊居住区的核心医院，从建院以来一直担任它的重要任务。不仅如此，医疗中心还积极致力于医疗系统化和引进快速发展的信息技术，始终提供最新技术和最佳服务。作为一个事例，我们运用了达芬奇机器人手术系统，运用它可以通过几个小切口进行精致而复杂的手术。这种手术伤口小，手术后恢复快，减轻了患者的负担。在祁玉县三乡市另外有一所读协医科大学附属三乡护理专科学校，学校配备了模拟病房和可以观测身体状况的模拟病人等最新的设备，学生可以在这里学习护士的基础和应用技能。独協医科大学は創立130年以上の歴史を有する学校法人独協学園に属しております。学問を通じての人間形成という独協学園全体の建学の精神に基づき、1、人間性豊かな医師及び看護職者の育成、2、能力の啓発に重点を置く教育方針、3、地域社会の
医療センターとしての役割の遂行。4、国際的交流に基づく医学看護学研究という建学の理念を踏まえ、これまで培ってきた実績を継承しながら、未来を開く良質な医療人の育成のもと、輝き続ける大学を念頭に置き、高度医療の提供と地域医療への貢献に取り組んでおります。海外の大学研究機関等との交流を推進して、独協医科大学の教育及び研究活動の向上発展に寄与することを目的としております。並びに異文化に触れることにより、自国文化を再認識し、多様な価値観への理解を深めることで、国際的な視野を持つ医療人を育成することを目的としております。一般的教養と医学及び看護学に関する理論及び応用を教授研究し、国際的視野に立って高度の医学的知識及び看護学的知識と技術を習得し、社会に信頼される医師及び保健師、助産師、看護師を育成することを目的とし、合わせて医学及び看護の発展と福祉の向上に寄与することを使命としております。医学部薬理学に所属しております藤田智恵と申します。研究テーマは、講座全体としては大腸、リンパ球、膵臓、膀胱の臓器についての病態解明と創薬研究です。薬理学教育において基礎薬理から臨床薬理までを一貫して教えています。薬理学実習では、学生が患者・医師役を演じてインフォームドコンセントを行うという薬理学ロールプレイ、臨床薬理実習を行っています。薬理学ロールプレイでの学生アンケート調査では、役割を演じた学生、見学した学生ともに約 90% が病気や治療の学習に役立ったと答えていました。学生と悩みを共有できること、そしてその学生がその後悩みを解決して自信を取り戻し成長していく姿を見られるということ、これは良いことだと思います。また私自身も学生と共に考えることによって気づかされること、学ばされることもあり、それも良かったと思っています。学生、大学院生、医師の方々へ薬理学、臨床薬理学の魅力、重要性を伝えていくこと、そしてこの分野での研究者を育成していくことが使命だと考えています。看護学部、成人看護学急性期に所属しております小西俊子と申します。看護学部では教務部長を担当しております。研究領域はがん看護、それから緩和ケアをテーマとしております。今年度で7回目になりますけれども、フィリピンとの海外研修を実施しております。また来年度からはそれに加えてタイのチェンマイ大学との国際交流も開始していきます。看護学部では地域共創看護教育センターの授業というのがあります。その中で日本という異国の中で子育てをしていらっしゃるお父さんお母さんを集めて、その方たちの語らいの場としてパパママカフェというものを実施しています。その中で学生を招いてボランティアとして、学生もその中で異文化交流を深めるような機会を設けています。学生は入学当初は全く看護に関する知識や技術のない状態で入学してきます。その中で徐々に1年次2年次と看護に関する基礎的な技術知識を習得していくわけですけれども、3年次になって半年間の領域別実習に出ている中で、看護学生としてもそれから一社会人としても大きく成長していく姿を見ることが、とても私たちの喜びでもあり楽しみでもあります。一人でも多くの看護職者を育てていくことが役割だと思っています。中でも看護職というのは一生続くものと考えていますので、できれば生涯一看護職者として探求していけるような動機づけ、きっかけが作れるような関わりをしたいと思っています。独協医科大学医学部4年の小田切誠也と申します。
周りに自然があふれ勉強に集中できる環境と豊富な海外研修プログラムがあることに魅力を感じ入学を決めました。私は学校のプログラムでフィリピンの医療の現状を見に行くという研修に参加しました。そこでは例えばフィリピンでは CT のような高度な医療機器ないところもありますので、 X 線でしたり聴診を非常に大事にするという医療の文化があります。そういったところを学ぶことができ、私も日本において安易にその医療機器に頼るのではなく、自分の目で聴診でしたり X 線を読む力というのは伸ばしていく必要があるなというのを感じました。私はもともと文系の大学の出身で、あまりこう理系のことも分かっていなかったんですけれど、こう大学のカリキュラムに沿ってこうしっかりと勉強していくうちに、着々と自分の中でもこう力が蓄えられていっているというのを実感していました。大学でも実習が豊富で、例えば解剖学でしたり、あとは微生物、移動物学などの実習というのは非常に集中してやることができて、非常に勉強になりました。看護学部看護学科3年宮田真奈美です。1年次から実習がスタートするということで、早い段階から看護の基盤を学べるということ、また全ての学生が看護師保健師のダブルライセンスを目指せることに大きな魅力を感じています。人の命の重みはどこの国でも同じだと思っています。しかしその中でもその人の住んでいる国や地域の文化や習慣、価値観を大切にしていくことが本当の意味での健康につながっていくと感じています。大学卒業までに人の心に寄り添った看護ができる医療者になっていきたいと思っています。从设立读语学协会已经过去130年了，读协医科大学继承了通过学问形成人生品德的建学宗旨，并以教育、研究、医疗为使命，它将继续发展，努力培养受到社会所信赖的医学人才。